映画ファンディング新しい未来をつかみ取れ虎の子速報プレミアム。ここにイーツっていうのをつけると結構飲食店のイメージみたいなのもつけられるかなというふうに思っていまして、まあ、学習塾としての特徴学び合い学び屋っていうところをアピールしながらイーツっていうところでの、まあ、ちょっとこう食事を提供するってこともアピールしていきたいという形になっています。アカデミアってつけることによって、まあ、楽しい家の雰囲気の中で、まあ、学習機関であるっていうこともきちんと訴求していくようなプランになっています。まあ、経済効率がいいネーミングになっていますという感じですね。これがまあ新規で育てる学習塾案という形でご提案させていただいているものです。僕キャラクターみたいなところだったりとかゲームタイトルみたいな世界観で、まあ、子どもたちもこういう、なんていうんですかね、塾名の看板とかがあったりすると結構ワクワク感を与えることができるかなと思ってこの4案を提示させていただきました。今日ここでご意識を決定すること難しいと思うんで、まあ、一旦それを持ち帰っていただいて、はい、まあ、奥様のところにご検討いただいた上でですね、次回お越しになるときにこれに決めましたと、はい、お伝えいただければ今度ロゴを作ってまいりますので、はい、さあ広田さん、はい、今日は6月の15日です、はい、ちょうど先週の今日がね、はい、8日の日にうちの方で、あなたの塾の塾名をね、はい、一応プレゼンテーションさせていただいて、はい、直結とはいかなかったね、これは奥さんにも相談してみたいと、はい、いうことで書いていきましたが、あのもう今日までに決めていただいたんで、まずあのそれから発表してもらって、その後にうちの方から今度は、もう準備が整っているので、はい、その塾名のロゴを作ったんで、はい、これを今日プレゼンしようというふうに思ってますけども、はい、持って帰って嫁さんの意見はどうでしたか？もう全部すごいっていう。全部すごいで、もうどれも捨てがたくて、ああ4つ軸出すんだったら1個ずつ違う名前でやりたい。まあそういうなんか贅沢な悩みだったんですけど、はい、教え合うっていう、うん、その自分の軸のテイストに一番合った名前にしたいなっていうことで名前を決めました。はい、お名前発表してもらいましょうか。はい、はい、は、教える、教わるが中軸、教えると教わるになります。イエーイ、はい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 、はい、まあ、ドキ、はい、これ今だから言えるけど、はい、俺たちが一押しだったのと合致したね。そうですね、はい、はい、嬉しいですし、もともと自分もかなり気に入ってて、うん、嫁さんも意見が一致したんで、うん、もうこれで決まりだなって。いや、よかったよね、でもね、はい、自分自身、奥さん、で僕ら、はい、作り手もみんな今回は合致したってことだもんね、はい、はい、ということで着々と進んでおりますけれども、はい、今日はロゴのプレゼンです。はいはいはい、次やろうか。はい、はい、これロゴが決まるとチラシだったりとか、うん、あと看板だったりとか、はい、その塾の顔が決まっていくんで、はい、大事なプレゼンになります。大事なプレゼン、はい、はい、ちょっとじゃあデザイナーうちもあのいますんで、あの私のプレゼンに参加してデザイナー呼んでですねプレゼンさせていただこうと思います。はいはい、しばらくお待ちください。はい、ということでですね、シエルとソアルのロゴに提案させていただこうと思うんですけども、まあ、横に今回もですね、デザイナーを関わってもらって座っているんですけれども、今まあここに東京に2名と、あと関西のオフィスと名古屋のオフィスの計4名のデザイナーでですね、2、3案ずつ出し合って、計十数案の中から絞り込んだ厳選5案となりますので、次のページです。こんなロゴを作ってみました。教える教わる学習塾シエルソアルと手書き文字なんですけれども、これですね、教える子とか教わる子っていうこのそれぞれをですね、まあ、キャラクター化して、まあ、温かみのあるこうデザインにしました。でここの下の文字もですね、手書き風で、親しみやすいものにしております。で結構こう親しみやすいんだけどその中でまあ品があるようなコーンにするためにカラーバリエーションとかも、少し抑えてですね、地域の中でも目指せる子というふうに考えています。でこう、一つの塊としてこんな形もいいですし、横長で使う場合のバリエーションとしてああいうふうに横にエンブレム持ってくるパターンとか、あとはスクエアですね、まあ、四角に使うときにああいうふうに使えますよみたいな形の、バリエーション出しもさせていただいておるような案になっております。続いて B 案です。これはですね、まあ、CL とソアリっていうのが、まあ、空と夕暮れみたいな感じなんで、まあ、夕暮れの空っていうところのもっと世界観にボンと振り切ったものになります。なので教えると教わるってことをモチーフにしているというですね、この夕方夕日が沈むみたいなところ縦横の線でこうやって交わらせることによって教えると教わるっていうこの関係性を表現しています。で手書きの本当で、まあ、こうやって優しい、優しみのある、まあ、タイプを選ばせて、まあ、これ結構他の塾にはないような、トーンのものになっております。でこれをまたバリエーション展開していくと、そのグラデーションの、まあ、夕景の空ですね、そういうところを白抜きにしたパターンもできますし、あとは縦に組むとあんな形もできますよとか、あとまあこの、ロゴサイトみたいな時になんか使うなんですかね、アイテムとしてこういうものがあったりとかするとホームページとかチラシとかの時とかにも使えるかなっていうようなトーンバリエーションを出していきたいと思います。はい、次 C 案ですね。これは結構あの学習塾のロゴっぽい
ものですね、まあ、教えると教わることによって、生まれるつながる学びっていうものをですね、ここでこうやって無限の可能性みたいな形で、マークにしてました。で、学習塾っていうよりも、まあ、ショップとかコミュニティみたいなちょっとライトなイメージでデザインとグッズとかデザインのバリエーションを増やした展開の時にも、まあ、楽しく使用できるようなロゴになっていますよってことで、まあ、横長に使うところという感じで縦にするとあれの感じという感じの、ものになっています。リアです、まあ、これは文字をですね、本当にこうちっちゃなマテリアルでこう組み合わせてシエルとソワールというのを作っているんですけれども、このカラーのところがですね、シエルとソワールという形のオレンジブルー系のカラーで、多色のロゴでデザインしています。で、ちょっとこれあの都のところに本教科書を置いてあるんですね。そこのところに歯型のマークをつけて少しこう食事が取れるかもしれないですよみたいなところもですね、まあ、軽く訴求をしたようなですね、この文字で遊ぶパターンの、ロゴになっております。続いてイーアンです。これちょっと可愛い系のアプローチの、まあ、シエルと座るっていうロゴになります。まあ、教え合うってところですね、吹き出しのモチーフをこうやって2つ重ね合わせることによって、まあ、明るく楽しい場であるよっていう形の雰囲気を目指していきます。で、ここにサブグラフィックって置いてあるんですけれども、まあ、他のカラーバリエーションの展開とかで教え合っている人、あの子供たちっていうのをモチーフにしたですね、吹き出しのこの子たちをですね、メインロゴに準じたキャラクターっていう形で、まあ、連なっていって関係性は思いが広がっていくということでイメージしてるんですけども、こういうのもまたあの他に映像に使ったりとかホームページに使うときに、まあ、こういうサブキャラクターみたいなものもですね、設定しやすいかなと思ってるんですね。まあ、子供たちと親しみやすい、まあ、デザインとしてこんなことを作らせていただきました。で、最後のページですね、まあ、ここに至るまでに、まあ、いろいろとですね絞り込んで、他にもこういうバリエーションを出した中から絞り込んだ厳選考案というものを映画インヤまで落とし込ませていただきましたという形になっておりますというのが今回の我々のロゴのご提案になります。はい、これが ABCDE という形になっておりますね。はい、これもちょっとまだ奥様とご相談することだと思うので、ここまで即決ってわけじゃないんですけど、なんかちょっと感想をいただけると嬉しいかなと思うんですけど、いやもうなんか全部バリエーションが違くて、その地帯によっても受け取る印象が全然違うのと、あとそのちょっと大人っぽいとか、まあ、A とか E とかすごい可愛らしくて、なんかもういろんな音種類があって決めがたいですね。まあでもなんか街の中で看板であったらすごい結構、ね、おなんだってなるような感じが何個かあるかなと思ってますけどね。はい、はい、せっかくなんだろう、作った人にちょっとおコメント多いよ。奥田さん彼女が作ったの、奥田が彼女が作ったのはどれでしょう。ABCD いいです。おお、正解です。正解です。正解、もう一個あるんですか。何個。 C。 残念。残念ですね。残念。 B だね。はい、B、はい、僕はちょっとこの B と D、あ、E ね、作ったなんかこう思いみたいなのを教えてもらっていい。特にこの教えるっていうか教わるっていうか、人と人との関わりが広がっていくよっていうところを私は結構強く考えてロゴにも反映できたらなっていうふうに思っていたので、まず B のところはこのシエルと教わるっていう塾名に込められているコンセプトのところをもうちょっと強く見せたいなっていう世界観にするために、ちょっと大人っぽくっていうのと、教える教わるの関係がキャラクターとして結構見えてくるっていうのも、今後使っていったりするところでもいろいろ広がりが持ってるかなっていうので、ちょっとキャラクターっぽくかつ子供たちのワクワク感をそそるようなちょっと可愛らしい効果のテイストっていうもので、ちょっと2つ分けて作った。まあこれはどう見ても B 案が一番大人っぽいよね。うん、うん、なんかこうハイセンスというか、そうですね。、はい、っていうのはあるな。でこのイーアンの吹き出しを重ねるっていうコンセプトは結構、まあこの教えと教わるっていうの中では二人さんにいたよね。そうです、はい、っていう感じの中の、まあ、ベストはこれかなと思ってこれを選んでます、うん、で B は結構他にない、うん、あのこの切り口と被るものがなかったので、まあ、ちょっと唯一無二ものとしてあの提案してますね。なんとなく僕はこれを彼女と、まあ、あの席が近かったんで、どんなのがいいですかねって、まあ、この言葉作ったものとして聞かれたんで、うん、映画のタイトルみたいにしてほしいみたいな、で結構その青春映画っぽい、まあ、世界観を持ってるよね、うん、みたいなこと言ったら、それを受け取って彼女がこんな感じのものにしてくれたんで、もう塾っぽくないっていう良い意味で、はい、なんかそれとるそれとる。せっかくなんでね、また持ち帰って、はい、ぜひ検討してみてください。はい、これが結局決まればどうなんだっけ、看板になり、そしてこの、はい、まあ、デザイン全部色が違うじゃないですか。なんで
チラシを作るとかね、なんかこれからポスター作っていくとかっていう時の全部キーカラーもここにまつわるものになっていくて。そうなんだよね、はいはい、だから本当にあのロゴってすごい大事で、ロゴに使われた色がやっぱりチラシのメインカラーになったりとかっていう風になっていくので、それだけ単体作っておいて最後にポコッとはめるっていう世界はやっぱ僕らやらないんだよね、はい、はい。またこれは次回オープンロケに行った時にどのロゴが採択されたかっていうのが明かされるっていう。ああ、そうしましょう、はいはいはい、楽しみに、はい、これもあれですか、視聴者の方にね、なんかそうちょっとよかったら人気投票したいなと思っておりますんで、よかったらコメント欄で俺はこのロゴが、私はこのロゴがってことですね、あのコメントいただければいいと思います、はいはいはい。さあ、ということでロゴの提案もね、はい、あの終わりましたけど、あの改めてさ、ズキ、はい、ちょっとあの結果君のねシエルとソワル提案が、まあ、採択されたので、はい、改めてこれに込めた思いみたいなの。はい、わかりました。いや僕これ本当にあの採択されて嬉しいのと、これが選ばれるべきだなっていうふうに正直思ってるんですよね、うん、前回の企画書の時に書かせていただいたんですけど、まあ、ヒロさんの塾って結構訴求点が多いじゃないですか、はい、お弁当出してくれるとか地域の方々が来てくれると、あとは教えを教われてスタイルがあるよって言った時に、はい、ヒロさんは塾でお弁当が出るってことが一番の強みだっていうふうにお伝えしたいって言ってたんで、まあ、一応そういう言葉も開発させていただいたんですけれども、はい、あれってなんか本質的にあそこを訴求点にしてしまうと、あそこで集客しちゃった時に横の塾さんがより良いお弁当を出したりとか、より安いお弁当出しちゃってお弁当競争みたいになっちゃうと良くないなと思って、やっぱり塾って本質的に通ってくれる保護者さんたちの、まあ、価値ってやっぱこのスタイルだったりとかになるじゃないですか、はい、その時にはやっぱヒロシさんのところではこの学び合いってスタイルがいいんだろうなって思っていて、はい、で学び合いって言葉の中からいろいろ言葉を探している中で、まあ一つは教える教われてあるよなって思って、はい、なんか教える教わる中でキャッチーな言葉作れないかなと思った時に、たまたまシエルと教わるって言葉になったんですよね。でまあそれはそれでちょっとキャッチーで面白いな、塾っぽくないなって思ったんですけど、あとはもうほんとボーナス的に調べてみたら、実はシエルには空って意味がありみたいな、空、はい、には夕暮れって意味があるんだとかって思った時に、あなんかこういう風な意味がきちんとくっついてくるんであれば、あなんかこれはすごくキャッチーだし、なんか世界観のあるあの言葉になるなって思って、ぜひ選ばれてほしいと思って出したんで、あのヒロさんのセンスにきっとこうアンテナに立ってます。いやでもさ、はい、まあこうやって君もね、はい、コピーライターとして今回エントリーして、はい、で今回プレゼンしたのはデザイナーじゃないですか、はいはい、もちろんみんなさ自分のものが選ばれてほしいっていう思いを強く持ってるわけだよね、はいはい、そういう中ででもやっぱり決めるのはクライアントさんね、今回であればヒロトさんなので、はい、なんかもうこれ以上に自分たちがもう介入できない世界に入っていく時の気持ちってどうなん？僕とかは調子乗ってるんで分かってるなと思うし、あればなかったら分かってないなと思ってるんですね。あの人分かってないなと。そうそうそう。やっぱそういうふうにでも思ってないとちょっとあの持たないんで。調子乗ってないとダメだよね。はい、そうですね。はい、俺のが一番でって言って、それが伝わったらこの人分かってんじゃんと思うし、はい、そう伝わんなかったら分かってないなの人はと思うしかないかなって。本当に、はい。だから分かってないなって思う時あるよ。はい。はい。すごい残念だよね。はい。まあでもそういう世界の中でね、はい、我々生きてるわけですよ。そうです、はい、ところで、はい、まあ、今日の動画これで締めようかなと思ってるんだけど、はい、一つあのねニュースがありますよね。 YouTube チャンネルついに、はい、やる、はい、お金かけずに、これはかけらんないですね。もう YouTube チャンネルお金かけられないね、はい、今回の戦略としては一番チラシで地域に、まあ、エリアの方々にこう知っていただくって中で、ヒロさんかなりストーリーを持ったあの方なので、まあ、チラシを見てさらに興味を持った方々が、まあ、ヒロさんのもっと深い部分のメッセージを知っていただこうって形で、チラシからまあこうやってリンクをして、地域の方々がヒロさんという人から知っていただくようなですねチャンネルを立てるんで、そうだね、本当にお金かけないって感じですよね、うん、まあ、間違いなくこの YouTube はヒロタさんという人の人となりを分かってもらうために作るような、そんな感じだと思う、はい、タイトルも素晴らしいタイトルが決まりましたね、はい、何でしたっけ、シエルと座るチャンネル、そのまんままんまかいみたいな、まんまかい、はい、まあそりゃそうだな、はい、シエルと座るチャンネル、はい、今日概要欄に貼っとけば見に行けますか。見に行けますね、はい、はい、まだ多分本数は2本とか少ない本数だと思いますけれども、ね、はい、ぜひ改めてですね、あのヒロトさんってどんな人なのかっていうのをねちょっと見ていっていただいて、よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします、はいはい、さあ今度はいよいよロケか、はい、ね、そうですね、楽しみだね、楽しみです、はい、チエルとソワルのロゴが何かに決まって、はい、それがねあそこに貼ってあると思うとね、はい、僕らもやっぱワクワクします、うん、まあ、やっぱりそういうのがコピーライターとかデザイナー冥利に尽きるよね、うん、ね、楽しみにしたいと思います、はい、はい、お願いします。じゃあ今日はこんなところでありがとうございました、はい、ありがとうございました。